公園はアメリカ合衆国のリバタリアニズムの政治活動家、企業家、ポッドキャスター。2020年アメリカ合衆国大統領選挙では、上場厳選の伴走候補者として、リバタリアン党のアメリカ合衆国、副大統領候補となった。公園は1982年にメリーランド州ボルチモアで生まれた。公園の父親はユダヤ人であり、 バルミツワーを受けるなどメシアニックジュ獣として育てられた。公園は16歳でウェブデザインを学び始め、その後数年でビジネスを成功させた。2016年、33歳の時に多発性、高化症と診断された公園は、ウェブデザイン事業を売却し、リバタリアニズムの政治活動に専念した。公園は、マディード・ウォーターズ・メディアのポッドキャスターである。彼は3歳の時、 1986年の子供向け映画マイ・リトル・ポニー・ザ・ムービーに登場するキャラクターにちなんでスパイクというニックネームを選んだと言われている。公演は2020年アメリカ合衆国大統領リバタリアント予備選挙でバーミン・スプリームの伴奏候補者として立候補し選挙運動にも積極的に関与した。2020年5月23日スプリームは リバタリアン党大統領予備選で上上厳選に敗れた。しかし、公演は党の副大統領候補として残った。上限選は公演やケン・アームストロングではなくジョン・モンズを伴走候補に臨んでいたにもかかわらず、3度の投票の結果、公演はモンズの472票に対して533票の大銀秒でモンズを破った。 公演は、リバータリアン党の副大統領候補として2000年、アメリカ合衆国大統領選挙のジョーリー・バーマン以来、初めてのユダヤ人の副大統領候補となった。公演は、彼と上限戦の考慮は、リバータリアン党の考慮から派生していると主張している。これには、政府の規模を縮小することによる、国家債務の削減、広範な刑事司法改革と被害者なき犯罪で、 投獄された者の,の即時釈放、警察の非武装化、警察の説明責任プログラムの創設などが含まれている。公演はパフォーマンスアーティストで、放末候補者であるバーミンスプリームの名優であり、選挙運動中、無料でのポニー提供、歯磨きの義務化、ゾンビパワー、赤ん坊時代のアドルフ・ヒトラーとウッドロー・ウィルソンの殺害、無政府資本主義の促進を公約した。 公演は副大統領就任の100日以内に、これらの公約が達成されなければ、辞任して、ベイビーヨーダと交代すると約束した。リバタリアン党の副大統領候補に指名された後、公演は、安っぽいパンとワフフルハウスは、自己所有権、非侵略、自主的な解決策、財産権などの実際のリバタリアンのメッセージを、 伝え人々を引き込むための楽しい風刺であることを認めた。ありがとうございます。